お呼び。それではよ、浄化開始。
それでどうだ。
およびそれ。浄化開始。時間だ。油断した。天貫く。
行きた。はっせい。はっ。うわあ。油断した。はっ行きた。
およびそれ。浄化開始。召喚カリノと一緒に行こう。ふっ。はっ、テン、スラグ。ふっ、テン。
ジアルビエリア。フッ、リキッド。ハッ、セイタン。落ちろ。フッ。フッ、セイ。血をすする。ハッ。フッ、リキッド。ハッ、セイタン。落ちろ。おっと、すべての邪妖は私が滅ぼす。バルゼ、ハッ、ユキタ。ハッ、セイタン。落ちろ。見切った。はっ、フッ、と、セリア。はっ、セイタン。飛べ。はっ、セイ、貫く。フッ、血を吸うんだ。フッ、フッ、セイ。ハッ、フッ、セイ、貫く。ハッ、セイ、ターン。落ちろ。フッ、セイ。吸っていいぞ。ハッ、セイ、貫く。フッ、ハッ、セイ、ターン。ハッ、生きた。ハッ、セイ、ターン。落ちろ。血をすすれ。フッ、セイ、ターン。落ちろ。フッ、ミキタ。フッ、セイ、ターン。落ちろ。フッ、セイ。フッ、セイ、貫く。ハッ、セイ、ターン。行きた。フッ、セイ、ターン。落ちろ。ハッ、セイ、貫く。フッ、ハッ、セイ、ターン。落ちろ。フッ、行きた。ハッ、行きた。フッ、セイ、ターン。落ちろ。食事の時間だ。ハッ、ハッ、セイ、貫く。ハッ、セイ、貫く。食事の時間だ。ハッ、バルゼ。フッ、フッ、セイ、ターン。生きた。ハッ、
食事の時間だ。闇夜の鱗粉、視界の花弁、そして精霊の雨露、よろしい、すべて揃っています。ここからは私にお任せください。薬品を調合し、黒の書のすすをすべて取り除きます。他に手伝うことはある？調合は素人には無理ですよ。それに手が荒れてしまいますからね。明日にまたいらしてください。完全修復された黒の書をお渡しします。代金も払わなくていいの？これは私の命を救っていただいたその恩返しの品ですから、気にせずお納めくださいな。またなんか言ってきやがったの？親愛なるシスターアーナスへ。繰り返しになるが、どちらかが本物でどちらかが偽物だ。この意味はわかるの？お前のブラザーより。今回の手紙は外れだな。ハルカード教授もロイドも教皇庁からの助っ人じゃない。あいつらは欲深くて頑丈なただの人間だ。欲深いってのは生命力だからね。ん？追伸。
そろそろ血が欲しくなる頃だろう。チョコレートで紛らわすにも限界がある。意地を張らずに強行値を頼る。余計なお世話だっての。まったく。おこの、ルリューティス、なんか入れたのかな。ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。ヨルドに血を奉納する？これでよしと。エージェントアーネス、今日は私から質問させてください。よろしいですか？うん、構わないよ。ルースワール島の邪妖たちはなぜか人間や家畜を襲うよりも邪妖同士で食い合いをすることが多いのです。これまで外の世界で触れてきたものよりもこの島の青い地の方が格段に濃く、それゆえ危険も大きいでしょう。もったいぶった言い方しないでよ。何が聞きたいの？エージェントアーナス、あなたは青市の支配にこのままずっと耐えられると思いますか？ここ夢の世界なんだもんな。正直に言うよ、自信はない。ロジエ・クロックが青市を巻き上げるたびに高揚感に支配される。強さの源を手に入れている高揚感だよ。その血がもともとは夜の君の流した青い血だったのね。だから私は油断してないよ。自分の中に溜まっていくこの血は自分を滅ぼす敵だと思ってる。アーナス、あなたのその苦しみを緩和できるなら血の提供を呼びかけることもできるのですよ。血の提供だって？そうです、彼女に新聖女リリーティスに血を分けてもらうことを提案しています。エージェントアーナス、あなたの意見を聞かせてください。
断る。リュリーディスから血をもらうなんて絶対に嫌だ。そうでしょうね。あなたは彼女に心を奪われ、彼女もあなたに心を奪われているのですもの。それは聖女と聖騎士として望ましい関係ではあります。ですが行き過ぎれば毒です。どういう意味？時々思うのですよ。あなたたちが互いを思うあまり自滅するのではないかと。そんなことにはならないと思うよ。リュリーディスのことは私が守るからね。だといいのですが。時間ですね。リュリーディスの血をもらう方が賢明だと私は思います。その必要はない。この話はこれきりにして。わかりました。それでは次のデスタンで。いいえ、あなたです。金に目がくらんで、あなたが盗んだに決まってます。俺が人様のものに手を出すとしたら、寂しくしている美人妻だけだ。どうしたの？こいつが黒の書を盗んだんです。こいつが人を泥棒呼ばわりするんだ。黒の書がなくなった？薬品で魔法の炎の効果を打ち消して、あとは一晩水でさらして乾かすだけだったのに。修復を失敗して引っ込みがつかなくなっただけじゃないのか？じゃなきゃ偽物だったから。1リブラにもならないほどのクズ商品だったか？違います。黒の書は本物の聖典です。 100% 間違いないです。どうして言い切れるの？チラッと見えたんですよ、焼け焦げが剥がれ落ちた後のページを。あれは絵の写しでした。そう、聖女が夜の君を封じた物語を描いた聖戦の壁画。先生さん、それマジで言ってるのかい？本物だったら超重要文化財だぜ。売れば国が買える代物だ。それで聖女はどうやって夜の君を封じてたの？それが肝心なところを見ていないんですよね。千人の聖騎士団による戦いとか、聖女が祭壇に上がるところなんかはチラッと見たんですけど。ほら、私って好きなものを一番後に食べるタイプじゃないですか。後のお楽しみにとっておこうと思って。お前の好物の食べ方なんて知るか！そうだな。先に見ちゃえばよかったのに。くそ！くそ！リュリーディスを助ける方法が分かったかもしれないのに。アーナス様。残念でしたね、アーナス様。ですが警告はあったと思いますよ。
黒手紙のことか。亡くなってしまったのは仕方ありません。そのようなものに頼らず聖女を守るお務めを果たしてください。わかってるさ。犯人が分かったら、こいつを口にねじ込んでやる。